HPC 統合医療研究所のブースにやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらはどういった取り組みをされてるんですか？はい、あの予防医療としまして、あの検診をいつでもどこでも誰でも受けられるようなシステムを開発中です。ストレスであるとか脳であるとか血液を測ることによって、あの生活習慣病であったりとかいろんなものが目に見えてきます。ただお医者さんに行って測るので大変であったり、まあ、時間の問題であったり費用なので、その前に、まあ、プレ検診として私どもとしては簡便検診と言ってます。とりあえずですね、簡便検診、はい、あの簡易で便利な検診で簡便ですね、はい、いうふうにしてますが、そういったことによって要は早期発見早期治療を目指してます。じゃあ病気になる前に対策を取ろうという試みなんですね。はい、そうですね。はい、そうです。あのこちらはどういったところで使われるんですか？はい、市役所、区役所とか、あとはそうですね、あのスーパーマーケットであったり、例えば病院の薬を待ってる間とか、要は余ってる時間で空いてる時間を使ったりとか、例えばちょっと買い物に行ったスーパーでできるということをできればと考えております。それでは使い方の方をお願いします。はい、わかりました。じゃあですね、まずあのストレスが気になるということでこれを使います、はい、まずスタートを押してください。はい、で次に、男性女性なの です、ね、ここをですね、前に向いていただいて、はい、おお、はい、このゴールドの、はい、ゴールドです、はい、ゴールドのものを、はい、額につけていただいて、はいはい、いいですか？ちょっと締めますね、はい大丈夫、痛くないですか？あ、大丈夫です、はいはい、で両手でハンドルを握っていただいて、はい、はい、しっかり、はい、あんまり力で抜いて、はい、はい、以上で終わりですね、はい、ちょっとプリントアウトされたものがあります、はいはい、これを見ていただければ分かると思いますけど、はい、ご説明をするとですね、はい、どういうことかというと、あのこちらは副交感神経といってリラックスの方がかなり高いですね。副交感神経優位です。で、交感神経はほとんどあの出てきてません、うん、で、これは頭に痛みがないかとかも出てくるんですが、はい、頭をそんなに使ってないということです、はい、あの変な意味じゃなくて、あのこのストレスかかってないということです、はい、で左肩、右肩も左肩もあの胸ですねということもあるので、ここに書いてあるようなことで、要は肩が凝ったりとかないですかとかいろいろありますが、こうやって見ていくことによって自分が今いかに交感神経が働いているか、交感神経が働いているかということが分かってきます。おすすめの、はい、そうですね、その解消法が載ってて、はい、載っていまして、はい、私はゆっくり睡眠をとることとか、はい、適量のアルコールなどがおすすめということなの で、はい、そうですね、私はあまり寝なかったりとか、はい、あと大量にちょっとお酒の方を飲んでしまうところがあるので、そうですね、そういうところがあの、ある意味こう指導が出るので非常にいいですよね。ただ出て終わりではなくて、はい、どうすればいい、対策も少しヒントがあるので非常に分かりやすくなっていると思います、はい、解消法というのは、はい、どういった対策が、これを取ってどうするかということの解消法は、今ここに書いてあったように、うん、ゆっくり睡眠とか、うん、お酒を取りあの適量取りましょうということをまずやっていただくことと、それからあとですね、どうしても苦しいとかあった場合に、あの 両方として統合医療ということもあって、はい、西洋医療って薬とか、うん、それとかあのいろんな治療とか注射とか使う場合あります。それとあとは自分自身を要は癒すということをできるので、それはあの私どもはリラクゼーションと言っていますが、そういった療法をすることによってかなり楽になることがあります。そのリラクゼーションっていうのは、はい、こちらでは受けることはできるんですか？はい、可能です、はい、なので治療ということに関してはお医者様にお任せをして、うんうん、こちらでできることはリラクゼーションをこちらで受けてもらうことが可能です。それではまず、はいはい、ストレスを取るためにどういったことをすればいいんですか？はい、そうですね、あの人間のストレスってどこから溜まってくるかというと、例えば不眠であったり、ただストレスが溜まりすぎたりするときに自分で気がついてないので、はい、人間の持っているサーカディアンリズムという体内時計があります、うん、それを整えていくところから始めます、はいはい、でそれを、まあ、太陽が本当は行うんですけど、朝日上がりましたよ、うん、起きてくださいってなんですが、それができない環境でなっていきますので、うん、はい、ということで人工的にできるものを私がここで開発しました。今これが通常のライトのね、はい、あの明かりですね、ちょっとあの明かりが眩しかったり、そうですね、はい、興奮しすぎてしまいますね、うん、でこれをまずこれ朝日ですね、あ、はい、なんだかすごくこう、はい、ほわっとして光ですね、はい、ほわっとして気持ちいい、これになると、うん、セロトニンというものが走行しやすくなるので、はい、気持ちが安定します。で次に
普通に変わっていきますが、はい、だんだん色が変わってきます。これが真昼ですね、はい、これは集中力を高めるので非常に短時間内にものを覚えたいとか活用したいときに使うこともできるし、これは統合失調症とか認知症の方々に向けてのナイトトーンです。そうなんですね、はい、でだん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 日がだんだん陰っていってまた元に戻って夕日に変わります。はい、これを自然な形でやることが一つと、あとは強制的にやるために気持ちが安定したり能動的になって活動できたりすることができます。じゃあ外に出なくてもお家の中で、はいはい、そういった体の中でサイクルっていうのは作ることできるんですね。そうです。強制的にやってしまうということですけど、これが整うことによって、気持ちの中 の情動であったり、安定であったりが可能になります。これは個人で例えば机の上であったりとか、あとは例えば高齢者住宅なんかのベッドの上とかもそうですし、そういった形で使えるスタンドタイプです。昨日は全く一緒で、はい、朝日だん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 日が昇るでいきます。でそれから眩しくなってきましたね、はい、で眩しい今度は青白い光、これは高齢者の中で認知症とかにいいと言われているやつですね、はい、そうなんですね、はい、でだんだんこれも同じように夕日に戻ってまいりますね。でこれは手動でやってあげる場合ですが、はい、もうお部屋にもそこで例えば朝日上がって自然にできますよというのがこういったオートでできます。はい、実際にはこれも切り替わりが分かりますけども、これ自然な形で変わってきます。こちらはどんなことされてるんですか？はい、そうですね、先ほど簡便検診でストレスとか測りますね、そうすると交感神経と交感神経のバランスを測ってまいりました、でそのバランスを整えていくのがこちらのタップ療法になります。タップっていうのはこういうトン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 っていうような動きのことを言います。でそれを体にある自律神経を整えるツボの58箇所に施術してまいります。こちらが悪いとかいいとかじゃなくて両方均等にやっています。整えるというそういうことなので、こちらが例えば交感神経が勝ってします、そうすると交感神経を例えば治そうとするとそちらが余計に悪くなるので、だって交感神経動いてますが副交感神経を動かしてねっていうことの信号を与えてあげます。なるほど、はい、それによって両方整うので、良くなるのではなくていつもの自分の自律神経のバランスに戻るということになります。なんかすごい気持ちよさそうに。そうです、このまま睡眠が足らない方は寝てしまうことがあります。あ、そうなんですか、はい、もう一つ優しいのは、はい、施術するタップ療法士も疲れないということが大事です。あ、そうなんですか、はい、皆さんこう力入れてやってるんじゃないんですか？ツボに入ってるから効果が出るだけであって、彼女のような細い指でも届けば効果があるんです。そうなんですね、はい、なので受ける方は当然ですが施術する方が楽というのは普通のマッサージとちょっと違うところですね。なるほど、はい、実際こういったものはどういったところで行ってるんですか？そうですね、これは横浜に、こういったことが受けられるところがあるんですが、心理カウンセリングとそれからそういったタッピング療法をできる部屋がございますので、例えば心が疲れているとか肩こりでいいんですが、があって来られた時にそのままタッピング療法を受けてもらうことができます。そのカウンセリングなんですが、はい、どういったものになるんですか？そうですね、例えば人との接遇がうまくいかないとか会社でうまくいかないと、はい、一般的に社会とうまくいかない方がたくさんおられていて、そこでだん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 ストレスが溜まってくる、そうするといろんな病気が増やしてくることが多いので、そういったものを自分が治すのではなくて自分ができる手法を身につけてもらいます。はい、でそれを身につけてもらうこともやる中に自分が治癒していくこともあるので、はい、カウンセリングをするというよりかは実際にそれを学んでもらうだけなんです。じゃあ自分で考えながら、はい、ということになるんですか？おっしゃる通りです。だから考えながらやるとこれが自己治癒に変わります。はい、なのでカウンセラーとコンサルタントの違いはそこなんですね、はい、コンサルタントというのはこれをしなさいあれをしなさいってやります、はい、そうするとこの人はさせられているので覚えられないけど、はい、カウンセラーこれはどうですか、できますか、やってみよう、だから自分で覚えようとする。いずれそういうふうにこう、はい、カウンセリング受けなくても自分で考えて、はいね、自分自身を癒せるようになっていくってことなんですね。あ、素晴らしい、おっしゃる通りですね。これを例えば身につけたいという方が出てきます、はい、自分が良くなったので、うん、家族とか知ってる人にあげたいという時には、はい、これを覚えてもらうことも可能です。お、はい、どういうふうに覚えていけばいいんですか？タップ療法をできるように、はい、そういう養成講座をやってるので、はい、心理カウンセリングで言葉と会話の療法をやってもらった、カウンセラーの講座と、はいはい、あとこういったタップ療法士の養成講座というのを両方ご用意しています。2つ講座があるということですね。はい、
難しくないですか？よく聞かれます。で、難しくないように基礎、初級、上級、プロフェッショナルで、ね、だん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 ステップアップでやっていくので大丈夫ですよ。今いろんなサービスを案内していただいたんですが、はい、こちらはどういったものになるんですか？そうですね、これはですね、高齢者住宅です。で、ただし一つあるのはサービス付き高齢者住宅がありまして、最近国の方で助成金を出しますので民間でやってくださいということの要は住宅なんですね。なので一般的に高齢者住宅でいろいろ種類あるんですが、でそういった方々に要はうまく物事を運営できるように土地活用であったり、それからこの施設をうまく作ることであったり、総合的にプロデュースするというお仕事です。その人に合った要は高齢者施設ではなくて高齢者の住宅を要は提案していきます。今待機が約30万人とか、ね、はい、たくさんいると言われてますが、40万人、はい、で入れない理由は入りたくても入れないんです。でその理由は何かというとやっぱり収入がない方々が多いのと、あとは家族の方々も収入をやっぱりそこに出すことができないのでということで家賃が大事です。なのである意味私どもがやってるのはその方の年金でも入れるような高齢者住宅の提案をしております。基本的には介護とか、それからもう一つ医療を充実した要住宅作りを手掛けてます。高齢化社会が進んでいく中で、はい、いろんな取り組みされてるんですね。そうですね、やはり今から例えば政府でもそうですが、じゃなくてみんなが望むものっていうのを作り上げていきたいんですね。でその中に一つは高齢者住宅がありますが、先ほどから言うと話している予防医療もそうなんですね。要は認知症の方々に入ってもらうんじゃなくて、認知症の前に発見して元気なまま過ごせる住宅作りで、これは個人の住宅であったり、こういった集合的な住宅であったりということで、やっぱり予防をしていく、で病気になりにくい環境を、そして なる前に発見できるということをやっていきたいと思っています。